クリックで得られる友情があるらしい。そんな友情を僕も欲しい。今日は秋葉原グッドマン、ここでしていきましょう。グッドマン、いい人らしいですよ。助け合って生きていくしかないんだ。濡れた服を乾かして一度裸になって抱き合おう。タイタニックの時も服を着てた人は投資した。だからみんなで裸になっちゃおう。ロックの共同幻想、フリーセックス、スワッピング。想像してごらん。国境などないと。今夜はオールナイト。第11回国境などないと。救命艇の俺は森を使ってスケソウダラをゲッチョ。魚はたくさん取れるようだぞ。しかも船から積み下ろした荷物の中にお台所の革命ハウスの本豆腐がたくさん入っていた。じゃあ君たちは海水を汲んでそれを天火で蒸発させ固形燃料を使って水と塩分を分離させるのだ。水は豊富にこれで供給できるはずだ。固形燃料があってよかったな。でも塩が足りないぞ。いや塩なんていくらでもあるじゃないか。海水だ。ここは海水を分離して天然の濁りが効いた塩分をスケソウダラの口の中に。嘘、こんなにっていうほど詰め込んで、スケソウダラと湯豆腐で、おこれなかなかいきますな。ほふほふ、熱いこれは。救命艇の上でちょっと一杯飲んでいい気分の宴会が始まった。これはスケソウダラが足りないな。よし、森でもっとついてくるぞ。間に合わない。なんか積み下ろした荷物の中に何か入ってないか。なんかシールが消えかかっててよく読めないけども、塩化ナタリウム、多分これ塩化ナタリウムだろう。よし、これをじゃあこのスケソウダラの中に。うっそ、こんなにってほど詰め込んで塩漬けにしておいて、これでうまいスケソウダラ鍋が食べられるぞよ。みんなどうぞ振る舞いますので召し上がってください。みんな地上で生活を思い出し、ゾンビたちのようにただその日常を繰り返した。鍋はなかなかうまい。
このレポートもサイトにアップしてもらうと。どうしたんだ、みんな苦しみだして。この救命艇のボートから一人また一人と海の中に飛び込んでいく。一人一人また一人生きていこうとしたのに、僕の温度と君の温度とこの温度差が僕たちを救う何かだったのに。温度差が君と僕の考え方が違うってことが僕らを救うことになっていたのに。結局のところみんなを苦しめただけで僕はたった一人ぼっちになってしまった。待ってくれよ、おい、俺も海の中に連れてってくれよ。俺を一人にしないでくれよ、寂しいんだよ。俺を一人にしないでくれよ。午前4時20分くらいが一番寂しいんだよ。メールが来てないかってチェックをしても、誰からもメールが来てない。留守電を昔セットして出かける時に電話が来ても大丈夫だろう。でも誰も吹き込んでくれない。タイミングが悪かったんだろう。よし、じゃあ携帯を持とう。誰も電話をかけてくれない。4時20分だもんな。じゃあメールだったらばいつでも僕は OK ですよ。でも誰もメールをかけてくれない。これでいよいよ本格的に君は一人、ついに一人。違うところにいれば違うやつなのに。ワン、ツー、スリー、ほら君だと増えてく。ワン、ワン、ワン、誰僕だけ連れてく。スリー、ツー、ワン、またゼロからやろう。スリー、ツー、ワン、ただ見つめて正しく数え、ただ見つめて正しく数え、僕は見つめて数えてる。やっぱお前ダメだ、お前の毛がさっきから口の中に入ってちょっと歌いにくい。毛がこのまあね、この京都造形大学でヘルモソ一度出てきたことありますね。はい、今日は再び、ジョンちゃんが、円盤の方でやってるんでね、ヘルモソが来ました。はい、お前あれだよ、あのジョンちゃん来たら大変だよ。 あれ犬とか狼とかだから食われちゃうよ、ね、俺はいいけど、うん、じゃあこうやってそういうショーにしようね、簡単ね。はい、これ見物かもしれませんですよ。はい、ということで犬と大人げ。
丸太も岩も「自動会議」